皆さんこんにちは。2019年の明人の退位に伴い新たに設けられた御位である上皇后となった美智子様、紀子様は今現在逃亡中の真相に言葉を失う。今日は美智子様のことについて紹介します。まずは美智子様の経歴とプロフィールから紹介します。美智子は日本の第125代天皇明人の皇后、皇族、御印は白樺、継承は陛下、勲等は勲一等、旧名は正田美智子、明治時代以降初めての民間出身の皇后並びに皇族、現皇室典範下で立皇した初めての皇后でもある。2019年の明人の退位に伴い新たに設けられた御位である上皇后となった。現在の住居は東京都港区元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所。1959年4月10日、皇太子明人親王と結婚する。同日の成婚パレードには沿道に53万人もの市民が集まった。メディアにより発達が遅れていた子供たちや裏で雅子様をいめていたとされる上皇后の美智子用についての一部が引用され、最近になって美智子様が雅子様に謝罪したという出来事が大きな話題となっています。今回はその記事を見つけ詳しく紹介と解説していきます。まず一つ目の話題として愛子様に関する情報をお届けします。皇室では正月や誕生日などの節目になると内親王が特別な御地赤と呼ばれる着物を身につけます。この御地赤は成長に合わせて丹念に作られ、平成の時代には天皇陛下から美智子様経由で現在の天皇夫妻の長女である愛子様や秋篠宮家の眞子様と佳子様に贈られました。この贈り物には特別な思いが込められており、昭和の時代から着物を制作し皇室に提供してきた染めの聚楽代表である高橋豊さんさんは2004年夏に当時の皇后であった美智子様から助官を通じて依頼を受けました。御地赤は天皇の直系の女性皇族が成年になるまで身につける宮中の伝統的な着物で、上品な朱赤の絹地にはおめでたい柄の刺繍が金糸で施されています。元日になると愛子さまが御地赤を身にまとい車で皇居に入る様子が時折写真に収められます。しかしこのような姿はメディアを含む一般の人々にはほとんど公開されません。皇后は内親王のために最高の御地赤を用意し、太蔵さんは愛子さまの御地赤のデザインを作成し美智子さま亀を通されました。刺繍の色数を減らしてシンプルにするよう助官を通じて太蔵さんに伝えられ、それに基づいて制作が進められました。一方で美智子さまは愛子さまの意向として法王を望んだとも言われています。古代中国では法王が飛来するとそれは前世が施された証とされていました。この吉祥柄は正倉院の錦織や職門用にも使われ、格調高いものとされています。そして御地赤には愛子さまの御印が刺繍されました。その後太蔵さんは秋篠宮家の長女である小室眞子さんと次女の佳子さまの2着目の御地赤も手掛けることになりました。2人の御地赤の刺繍は鶴で、これは愛子さまのものより前に作られたものでした。愛子さまは皇太子さまの娘であり美智子さまは内定皇族であることから鶴よりも格上げの法王を選んだことには深い思い入れがあったと太蔵さんは振り返ります。太蔵さんは14年冬に愛子さまの2着目の御地赤を収めました。時代が令和に変わり愛子さまが20歳の青年を迎え御地赤を着ることはなくなりました。しかし令和の時代においても皇室は日本の伝統文化を大切にし天皇と皇后陛下のお考えに基づいて進んています。例えば海外の賓客を旬の食材を使った和食でもてなし、食事前には日本酒で乾杯するなど両陛下のアイデアが具現化しています。また雅子さまも最近は着物で接遇する機会が増えています。これは大学で日本の古典文学などを学んでいる愛子さまにも受け継がれていくことでしょう。以上が一つ目の記事の内容です。新年祝賀の儀での愛子さまのティアラ姿は
緊張しながらも輪踊り自粛、心から感動しました。愛子さまのいでたちは別格という言葉が本当にふさわしいと感じられましたね。そして今年は大学を卒業されて大学院に進まれるのか、それとも海外留学なさるのか、進路の公表はまだされていませんが、成年皇族として単独でのご公務が増えることは間違いありません。成年皇族として天皇皇后両陛下をしっかりと支えながら、素晴らしい一年になることを心よりお祈りしたいですね。かつての平成時代、美智子さまは国民から慈愛に支持される皇后でした。しかし、上皇陛下の退位以降、令和時代に入り、雅子さまいめなどの過去の問題が明るみに出て、彼女に対する批判が増えています。皇室ジャーナリストによれば、美智子さまは現在信頼の減少だけでなく、健康面や認知症疑惑などが報じられ、介護の問題も話題になっています。週刊誌には驚くべき記事が登場し、美智子さまの介護は雅子さまが担当すべきだとの意見が広がりました。報道によれば、雅子さまはすでに美智子さまのお世話をしているとされますが、一方で今好意で知られる雅子さまに対して親身になる姿勢を見せる美智子さまには疑問の声も上がっています。また美智子さまに尽くしてきた典子さまの真摯な態度が報じられないことに多くの人が疑問を抱いているようです。美智子さま自身も心の中で様々な思いを抱えており、最近ではお覚悟を決め赤坂から雅子さまを呼び、この問題についてお話しされたそうです。美智子さまは雅子さまに対して昔の出来事について謝罪し、涙ながらに語ったとも言われています。美智子さまは正直に言って上皇様のお世話をすることを望んでいないと述べています。現在上皇様も美智子様も高齢であり、生活や身体心にかかる負担が大きくなっています。以前は典子様が老後のサポート役として期待されていましたが、小室問題以降その関係が遠ざかってしまいました。美智子様が雅子様に対して謝罪したことから、昔のことは水に流しましょうとの姿勢が見て取れます。美智子さまは定期的に赤坂御用地を訪れ、将来の介護について心配していることが透けて見えます。典子さまはすでに長男夫婦にお願いされている立場であり、それが雅子さまに対する期待を高めていると言えるでしょう。雅子さまはこの難しい状況に対して慈愛にあふれた対応をしており、ご負担のかからないようにお手伝いできることがあれば喜んで協力させていただきます。どうぞゆっくりお過ごしくださいと雅子さまは一貫して気遣いを示しています。美智子さまはその言葉に対して恩気せがましいと言われています。義理の両親の世話は嫁の義務ではないでしょうとのお考えが理解に苦しむ部分もありますね。以上が2つ目の記事の内容です。平成の時代、雅子さまを執拗に責め続けてきた美智子さま、平然と自分の介護をお願いする行動を見ていると厚かましさに思わず目を疑ってしまいますね。そんな最近の皇室事情ですが、続いては昨年大きな話題となった秋篠宮家の指示により退職に追い込まれたある人物に関する話題をお届けします。さて、もや秋篠宮家の強引な人事が物議を醸しています。当時の天皇陛下の生前退位や眞子さんの婚約を次々にスクープし、皇室報道を NHK の独壇場にしてきた社会部の橋貝和人キャップがついにその地位を解かれることになったのです。橋口キャップは1991年に入局し、愛子内親王の誕生や眞子さんの婚約、当時の天皇陛下の生前退位、悠仁親王のご解任などニュースを早く報じることで知られています。その深い取材ぶりからは上皇陛下の体温を知る男と呼ばれ、他者からは恐れられる存在でもありました。ある NHK の関係者は、彼の情報網は非常に広く、他のメディアが手に入れることが難しい情報を得ていたと述べています。平成時代の皇室報道ではまさに他者を圧倒し、彼らはいつも遅れを取る様子でした。情報の取得先がどこなのか、他社の記者たちはいつも悔しそうに話していました。病院や医療関係者との緊密な関係から、
典子様のご解任をスクープできたといった視点も存在しました。生前退位の報道については、最終的には秋篠宮様からの確認があったはずです。そうでなければ報じることができないほどの話であり、それについての声も結構ありました。秋篠宮様が情報提供源として知られていたのは長らくでしたが、一体なぜこのタイミングで橋口氏が突然解任されたのか、記者たちの間では秋篠宮家に見放された可能性があるとの意見が続出しています。確かに昨年くらいから解任されるのではないかと言われていました。言い換えれば、秋篠宮家の評判向上のために秋篠宮様は情報を橋口氏に提供していましたが、昨年の眞子さんの強行結婚問題などが逆に秋篠宮家を不利な立場に追い込んでしまいました。激怒した秋篠宮夫妻は橋口氏をキャップから外すよう宮内を通じて NHK 側に要請したと報じられています。もちろん橋口氏は強く残留を希望していました。美智子様は最近過去のことを後悔され、しばしば雅子様にお会いしたい、話したいとおっしゃることもございます。美智子様の心からの謝罪がいつか雅子様のお心に届くことを祈っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。